今年の学生日本一を決める全国学生相撲選手権、今年で79回を数えます。会場はここ大阪堺市にあります大浜公園相撲場です。今年の学生横綱、その象徴となります練り手綱を目指しまして、全国の大学から個人戦187人がエントリー。この今年の学生横綱を目指します。今日のこの放送の解説は日本学生相撲連盟の副理事長の勝田光三さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、年に一度のこの大会、学生たちにとっては本当にこう特別な大会なんですね。そうですね、この大会のために、調整してますから、すべてね。まあ、特にたくさんの選手が参加して、そしてトーナメントと1回負ければ終わりなんですよね。そうですね、ですから非常にそのあたり失笑になる選手が多いですけれども、はい。まあ、いかに自分の力を発揮することができるかどうかですね。そうですね。さて、まあ、今日の午前中から予選が行われました。その後優秀32人の選手によるトーナメントが先ほど終わりまして、現在ベスト16が出揃っています。今日のこの大会の注目は2人。まず日本大学3年生の内田に注目です。内田は日本大学3年生、去年のアマチュア横綱、ランキング2位と書いてありますけれども、このランキングといいますのは去年の全日本相撲選手権から今年の9月までの学生アマチュアの大会の戦績から各選手にポイントを与えまして、それによってランキングを作っています。そのランキング2位が内田選手。まあ、実力的にはこの内田は非常に安定した選手なんですが、桂さん、はい、今年の6月に怪我をしたんですね。そうですね、ですからその大会出てないのでポイントが入ってませんが、はい。まあ、普通でしたらランキング1位ですね。この大会のために非常に調整してきてますね、はい。内田泉と読みますが、まあ、今年の春の戦績では非常に文句のない成績だったんですが、その夏場所稽古不足がどう影響するか、そのあたりが注目です。さあ、そしてもう一人の注目選手、近畿大学の三好4年生です。今年の西日本の学生選手権で優勝しました。ランキング1位。勝田さん、はい、今年の三好は非常に安定して力強さが出てきましたね。そうですね、まあ、あの高校横綱だったんですが、はい、大学に入ってちょっと伸び悩んだんですが、この4年になってめきめきと力をつけてきました。狙ってるんじゃないですかね。まあ、今年はこのランキング1位の三好、そして2位の内田、この2人を軸に争われそうですね。そうですね、はい。さあ、その さあ、これから2回戦ベスト16の試合が始まります。今ご紹介しました近畿大学の三好が登場です。対戦相手は日本体育大学4年生の日陰。勝田さん、はい、この大きな三好が日陰をどう捉えるかですね。そうですね、あの技師の日陰選手を、はい、三好選手がどれだけ圧力で前に押せるかと、足が揃うと三好選手ちょっとあの、はい、まずくなると思うからですね。そのあたり注目でしょう。日陰としては潜り込んで内密を取りたいですね、はい。さあ、この独特の雰囲気の中の決勝トーナメント2回戦、立ち合いが注目ですね。左の上手を取りました三好です。さあ、内密を取りました、ね、この日陰がいい形、日陰選手うまく取ってますね。ちょっと状態が高くなってきた三好、はい、うん、小手投げ、主審の手は三好に上がっています。そうですね、技を打ってますから、はい、土俵際日陰もよく動いたんですが、そうですね、捨て身でしたね。まあ、ラッキーなところがありますから、はい、これで波に乗ればというところでしょう。決まり手は土俵際の逆転の小手投げになりました。今の相撲です、はい。中にうまく日陰選手入ったんですよね。ここまでは左の上手を取った三好ですが、どうですか、はい。その後切られましたよね、でこの辺りも日陰選手うまく取ってるんですね、はい。ここで前ミスを取りました、はい、取りました。このまま前出れたらよかったんでが、 出られなかったですね、で三好選手ここで辛抱しまして、やはりあの勝負だと思って小手に振ったんでしょうね、
まず優勝候補の一人の三好ですが、この最初の相撲どうですか？2回戦の相撲は。そうですね、この今日はですね、非常に慎重にいってますので、これで一つ、楽になれば波に乗ってくるかと思いますね。さあ、まずベスト8に進出したのが近畿大学の三好です。2回戦第2試合、こちらが東洋大学3年生の横山。今年の全国学生個人体重別選手権無差別級で優勝しました。ですね。そしてこちらが地元関西近畿大学の三川。横山選手の突っ張りがね、それを三川選手が受け止めて押せるかという、そういう勝負だと思います。横山の突っ張りも強力です。一気に出ますから、左が横山、そして右が三川。突き放しますが、下から手がっています三川。やはり一気に出ますね。回転の突っ張りですが、左がいました。もう一つ突っ張り、回り込む、突き出しました。そうですね、横山の勝ち。やはり突っ張り一本、それが徹底してますね。徹底してますね。今年の10月の個人別無差別級で優勝したこの横山が実力を発揮しました。もう絶対に回しを取らないですね。三川選手の方が回しと言ったんですが、突き放されてますね。徹底した突っ張りです。もうこの辺りはもう防戦一方ですが、ちょっと危なかったですが、やはりこの辺りの突っ張りは威力ありますね。三川も最後ちょっとこう左に回り込みながらこらえたんですが、はい、やはりその突っ張りの威力というのがありますね。そうですね。横山がこの後ベスト8で近畿大学の三好と対戦することになります。決勝トーナメントの2回戦が行われています。第3試合、日大2年生の白石、はい、そして東洋大学の中野です。ランキング4位の中野にまず注目しましょうか。そうですね、中野選手は、はい、押し寄り突きと、はい、非常に上手を引いても寄れます。はい、白石選手もですね、非常に技師ですから、そのあたり、白石選手が中に入ってですね、それを中野選手がどのように防ぐかと、そういうところじゃないですかね。さあ、左が日大の白石、右が東洋大学の中野です。していきます。そうですね、中へ入れさせてないですね。右を落としてこじ入れようという中野です。左から押っつけていくのは白石。そうですね、中に入って入りたいので押っつけて、はい、中に入りたいでしょう。動きが止まって前道取りましたね。左の前回しを取りました。はい、前道取ってますね。さあ、この体勢どうですか。そうですね、これで白石選手やはりいい形に、そう、出なきゃダメですね。一瞬出し投げ、前出て出し投げ打つ、受け、そうですね。あ、出ましたね。切りました。白石の勝ち。そうですね。あそこが勝負ですね。ランキング4位の中野が敗れまして、白石がベスト8進出です。ただいまの勝負、寄り切って東日本大学白石さんの勝ち。やはりこの前三つを取って、はい、出し投げを打ってですね、相手を一旦こうバランスを崩させてから前に出てますから、効いてますね。終始その中野に回しを与えませんでしたね。そうですね、会心の一番じゃないですかね。まあ、ここまでベスト16は日大勢が5人残っています。そうですね、この学生選手権に向けて、調整が非常に日本大学さんうまいですから、はい、ベスト8に進出しました3人目が白石、そしてこれから片山と森重の対戦です。法政大学4年の片山。そうですね、右の上手が非常に投げが強いですから、どちらかと言いますとノーマークでございますね。はい、そしてこちらは明治大学4年、キャプテンを務めています森重。そうですね、体の柔らかい、非常にしぶとい選手ですね。はい、森重は突っ張りが得意です。突き放していきたいのは森重。そうですね、左は片山、法政大学4年、右から押っつけるのは片山です。はい、さあ、片山構成です。土俵際どうか。そうですね、やはり行司の自信の手は西に上がりました。
やはり勝負最後まで捨てなかったですね、はい、体が柔らかいですね、やはりそのあたりは。ただいまの勝負、突き落として西明治大学森重三段の勝ち。決まり手は突き落としです。さあ今の相撲、片山選手は最初右から押っつけていきまして、はい、森重がなかなかいい形にはなりませんでした。そうですね。しかし体が柔らかく安定感ありますので、うん、このあたり、あ、うまく決まりましたね。そうですね。さあベスト8にその第2試合で日大の白石と対戦が決まりました。勝った森重です。東日本大学内田洋段、西東京農業大学プチットバーダル2段。さあ注目の内田です。ランキング2、去年のアマチュア横綱、はい、そしてくせ者の対戦相手です。東京農業大学出身のモンゴル出身プチットバーダル。そうですね、先ほどの会心の内掛けをやってますので、ね、はい、そのあたり見ものですね。突き押しとそして内掛けがあります。はい、さあ内田に対してどんな相撲を見せるか。やはり立ち合い慎重になってますね、はい、よく見ていきます。のど輪押し倒し、内田の勝ち。すごくリズムに乗ってきましたね。安定感がありますね。さあまず決勝トーナメントの1回戦2回戦を勝ち上がりました内田です。まあ、捕まってしまいますと、そうですね、うまく突き放して、このフチットバータルですが、はい、よく見ていきます。最後は喉はですね、技をかけさせなかったですね。この内田選手はその6月に右の太ももの付け根を痛めたんですが、そうですね、そのあたり足の運びどうですか。もうほとんど感じしてるんじゃないですかね、うん、ここに表情合わせてきてますね。本人もこの大会前の話ですと非常に体はよく動くと、ただその夏場の稽古不足がちょっと心配だという話をしています。そうですか、はい、ただここまで見ても安定しますね。そうですね、一番安定してるんじゃないですかね。西東洋大学木村三段。さあ2回戦のこれが6試合目になります。こちらは日大の片桐、そしてこちらは東洋大学2年の木村です。そうですね、これは木村選手の突き押しを、片桐選手が、両前みつ、片桐としては前みつを引いて、そうですね、いきたいところ、勝負をかけたいところでしょう。木村は動いて相手を突き放していきたい。左が片桐、右が木村です。押し込みます木村です。木村が構成、前回しを引いているのは片桐。さあここからどうか、突き落としました、木村の勝ち。やはり突きを前に出てた部分ですね、突き落としが効いたんじゃないですかね。片桐も得意の前みつを引いたんですけれどもね。そうですね、あそこまで良かったんですが、ちょっと出るのがですね遅かったというんですか、もう少し引きつけれなかったというところですね、はい、さあ立ち合い当たってまず突き放していった。そうですね、木村選手がよくついてますね。ここで前みつを取るんですけれども、あ、回り込みながら、そうですね、取ってますね。ここで前出たかったんですけどね、はい、ただここは1枚マスだったんですね。そうですね、伸びてますから、そこを逆に疲れますですね、はい、このあたりの動きの差どうですか、東洋大学の木村。そうですね、リズムっていうんですか、すごくいいんじゃないですかね、はいはい、さあ2回戦ベスト8まであと6人が出揃いまして、あと2人となっています。さあそして内田三好に続くこの優勝候補の一角として挙げられていますが、中央大学4年の成田、はい、さあここまでこの成田も決勝トーナメントに入りまして、1回戦非常に安定した相撲内容でした。そうですね、もう成田選手にも非常にチャンスがあると思いますね。国体でも優勝しました、ね、成田一番今安定していると言ってもいいですね。そうですね、今日の勝負も全て安定してますね、はい、対戦相手は日本大学3年生の谷口、左
左四つが得意です。成田としてはまわしを取らされてないですね。そうですね。ですから立ち合いが勝負でしょう。はい、なかなか手をつきません成田。両手をついて、そして主審の声で立ち合いになります。そうですね、あの両手をついて制止をするんですね。はい、制止をして、主審の発見を受けます。このあたりはただ、まあ、決勝トーナメントに入って非常にこの精神的な部分もプレッシャーとしてあるかもしれません。そうですね、双方やはり立ち合いが勝負だと思ってますから慎重になってますね。成田が攻めていく、はい、押し出し、成田の勝ち。素晴らしい相撲でした。そうですね、充実してますね、はい、非常にこの、国体からですねこちら充実して取ってますね、はい、当たって低いから低い体勢からのこの押し上げるような攻めですね。はい、さあ立ち合いどうでしたか。やはり低く成田選手当たってますね、この後はずから一気に出てます。勝負どころですね。会心の一番でしょう。さあこの成田もベスト8に進出しました。ここで押っつけてますね。押っつけからはず、そうですね、はず電車道ですね。中央大学4年の成田、最後のこの学生相撲選手権意識をせずに頑張りたいという話をしていました。日本大学山田さん、さあ2回戦最後の試合ベスト8、最後一つの座をかけまして東京農業大学2年の東井、そして日本大学4年の山上の対戦です。東井選手は徹底した押し相撲、押し相撲ですね、まあ、高校時代から非常に名の知れた選手だったんですね。押し相撲、一方のこちらは日本大学4年の山上、はい、こちらの山上は左四つ、そうですね、前みつを取ると、前みつを取ると力を発揮します、はい、そこが見どころでしょう。立ち合いが合いません。そうですね、静止してなかったので主審が取りましたね。左が東井、東京農業大学3年生、はい、そして右が山上、日本大学4年生。押し込む、押し倒しました、東井の勝ち。やはり綺麗な押し相撲ですね。押し相撲が一番パワー出した相撲ですね。ここまではこの東井が非常に持ち味を出してますね。そうですね、押し一本で押してますから、体はそれほど大きくありません、165センチ。しかしその低い当たりからの押しの威力は非常に素晴らしいものがあります。はい、一度ここで勝ち上げてますね、左から、はい、その後はもう押しですね、もう車に向いてますね。さあ2回戦が終わりましてベスト8、8人の選手が残りました、はい、ここまでまあ、三好、そして内田とも勝って、はい、そしてランキング3位の成田も残っています、はい、黄色く色が変わっているのがベスト8に進出した選手です。さあここまでの残った選手たちの顔ぶれ、はい、どうですか。そうですね、東大の中野選手も、はい、優勝候補だったんですが、日本大学の白井選手に敗れてますが、はい、あとやはり今日の調子いいのは日本大学の内田選手、中央大学の成田選手、はい、そして、まあ、自力の三好選手と心当たりでやはり争うんじゃないかなと思います。 それでは内田のこれまでの相撲、決勝トーナメント入ってからの相撲をご覧いただきましょう。まず失礼、予選からの相撲をご覧いただきましょう。これまでの勝ち上がりです。まずこれが予選の一番最初の試合です。まあ、このあたりは、まあ、内田も非常に実力を発揮しての試合になりました。そしてもう一試合、3回戦、
予選のトーナメントの3回戦、名団の伏瀬と対戦しました。動きはいいですね。得意は左四つです、はい、非常にこの大事に大事に取りますね。そうですね、あの土俵際に行くほど安定して腰が降りていきますから、はい、負けない相撲を取ってますね。予選のまず最初は東京医大の脇山、そして明治大学の伏瀬と破りまして決勝トーナメントに進出しています。さあ、そして一方の名称をご覧いただきましょう。1回戦の相撲です。中央大学の渋谷に対する相撲ですが、ちょっと途中前みつを取られまして状態が高くなってしまいました、はい、ただこの大きな体ですね。そうですね、今日は非常に硬く、まあ、慎重にいってるからそうなってると思うんですけれども、はい、まあ、ここで次のベスト8あたりですね、はい、日陰選手対戦あたりが一つの山じゃないかなと、両選手にとってはですね、はいはい、さあ内田は去年のアマチュア横綱、そして今年の春のですね、はい、宇和島と宇佐大会でも優勝しまして、はい、今年度は非常にいい形で入れたと思ったところで、はい、6月稽古中に右の太ももの内側、はい、ちょうど付け根のあたりを痛めまして、はい、しばらく夏場はの大会にはほとんど出られませんでした。そうですね、その後、まあ、9月10月は大会には出たんですが、なかなかこう実力は発揮できなかったんですね。そうですね、思い切りの良さがなかったですね。やはりその怪我をかばってたというのは、はい、今にして思えばですね、そういうこともありましたですね。本人もですね、その自分の相撲、戻ってからの相撲を VTR でじっと見て研究をしていたそうなんですが、はい、なかなかこう足が出ないという話をしていました、はい、そのはい、内田選手の持ち味は前に出る相撲ですが、はい、まあ、今日はうまく調整されてきてますね、はいはい、非常に田中監督からは辛抱しようという話をされています。なるほど、やはりそのあたりは日本大学は非常に調整が上手ですからね。そうですね、はい、さあ、そしてランキング1位の三好です。三好の、まあ、ここまでの相撲なんですが、まずもう一度ご覧いただきましょうか、はい、ここまでの今大会三好の相撲内容をご覧になってどんな感じですか。慎重にいってますね、はい、ですから慎重にいくから足が出てないんですね、はい、ですから、それで足が出ないもんですから相手を中に入れてしまって苦しい相撲をしてますね。だから三好選手の本来の一発当たってですね、突き放してもうそのまま持っていくという、そういう相撲をですね、次の試合ぐらいにしないと、はい、苦しいと思いますね。だからやはりこの立ち合いからの攻め、スピード、そしてこの体を生かした相撲ですね。だから立ち合い鋭くやると破壊力は今学生界ではナンバーワンと思うんですね、ですからそういう相撲をですね、次から取っていければですね、非常にいいんじゃないかなと思いますね、まあ、本人もですね、4年生の集大成となる大会、まあ、相手によって気を抜かずに一番一番目の前の立ち合いをしっかりと戦いたいという、はい、そんな話をしていました、はい。さあ、その三好の今日の対戦の VTR もう一度ご覧いただきましょう。予選の2回戦、法政大学の石橋と立教大学の中村と対戦しました。そうですね、やはり前慎重に行きすぎてですね、足が出ませんから、はい、中に入られて苦しい試合してますね。立命館大学の中村と対戦しました。この大きな体を生かしまして最後は小手投げ、まあ、決まり手は浴びせ倒しですが、まあ、この体を生かした攻めですね、はい、さあもう一番ご覧いただきましょう。予選の3回戦、こちらが法政大学の石橋との対戦、得意の左四つに入りまして最後は本当にこう大事に大事に、そうですね、土俵際慎重になってますね、はい、まあ、大事なのは非常にいいんですが、その大事に行き過ぎることによって逆にこう硬くなってしまうという、そういった怖さもありますね。そうですね、足が揃うと前に落ちる場合ありますから、はい、やはり三好選手の得意のぶちかましてですね、はい、一気に持っていく相撲をぜひ見てみたいですね、はい、さあ
もう一度その取り組みの様子 VTR でご覧いただきましょう。三好選手のこの決勝トーナメント1回戦、中央大学の渋谷と対戦しました。相手は押し相撲、しかしこの右の前回しが最後は効いてましたか。そうですね、前に出ない分その右を取ってですね、ここで左から押してますね。最後は押し出し、はい、大きな体を生かしたのこの攻めでした。今年のランキング1位、西日本学生選手権で優勝しました三好です。地元大阪の枚方出身で、長尾谷高校では高校横綱、はい、日本一にもなっています。まあ、この三好の場合は大きな体を生かした左四つ、大きな体を生かしながらの攻めが求められますが、はい、まあ、ここまではちょっとその硬くなる部分もありましたけれども、まあ、だんだんとこう、そうですね、これからどう戦うかですね。そうですね、さあそしてもう一人の注目力士、注目選手です。ランキング3位、中央大学の成田です。身長は171センチ、それほど大きな体ではないんですが、はい、この下からこう突き上げるような攻めですね。そうですね、投げ技だけの技じゃなくてですね、はい、突き押しというその技、技能をですね、いかんなく発揮してますね、はい、先ほど成田選手の学年3年生となっていましたが、4年生のあれなんです。そうですね、4年生ですね、はい、失礼しました、はい、さあそれではその成田の決勝トーナメントに入ってからのまず1回戦の相撲をご覧いただきましょう。安定してますね。まあ、この辺りは、はい、もう圧力もありますし力は安定しています、はい、1回戦は拓殖大学の増田を破りました、はい。まあ、今年の学生体重別全国のこの135キロ以上級で優勝しまして、はい、そしてその後の先月の国体でも優勝しました、はい、そうですね、まあ、どの、まあ、大学の監督それから関係者に聞きましても成田が非常に安定しているという話を聞きますね、はいはい、非常に上り調子ですね、はい、平岩監督も狙わせたと言ってましたから。そうですか、はい。まあ、下からこう突き上げるような攻めがあります、まあ、去年から体重が10キロ増えまして、その押しにも威力がつきました成田です。そうですね、はい。ランキング1位の三好、そして2位の内田、そして3位の成田、まあ、この辺りが中心でしょうね。中心になってきそうな展開になります、はい、ベスト8、はい、さあ改めてそのベスト8個人戦の勝ち残っている選手をご紹介してまいりましょう。まず近畿大学4年生の三好、この三好がランキング1位です。そして東洋大学3年生の横山、この横山は今年の全国学生個人体重別選手権無差別級で優勝しています、はい、そして日本大学の2年生の白石、ランキングでは6位です。この個人体重別、全国の個人体重別の135キロ未満級で優勝しています。優勝しますね。そしてから明治大学4年生の森重、はい、ランキングは10位、はい。まあ、今年の東日本相撲選手権では準優勝。そうですね、はい。それから先ほどもご紹介しました日本大学去年のアマチュア横綱、まあ、今年6月の怪我がどこまで、まあ、治って、そしてこの大会復活することができるか、はい、その内田、はい、そしてこの後のベスト8の対戦相手が東洋大学2年生の木村です、はい。まあ、木村もランキングでは29位なんですが、去年は決勝トーナメントベスト8まで残ってるんですね。そうですね、はい。さあそしてベスト8最後の試合が中央大学4年の成田、そして今大会なかなか調子がいい東京農大2年の東井。そうですね、調子いいですね。非常にこのベスト8最後の試合楽しみですね。楽しみですね、はい。さあ間もなくベスト8準々決勝が始まります。これより準々決勝戦を行います。東近畿大学三好三段、西東洋大学横山三段。
東から上がったのが近畿大学4年の三好、そして西から東洋大学3年の横山、はい、三好は左四つ、はい、一方の横山は先ほどからご覧いただきました激しい突っ張りですね、はい、もう横山選手の突っ張りをですね、はい、三好選手がどのようにあのパワーを発揮できるかというところが見どころだと思いますね。表情はなかなか落ち着いています。よし、西の横山はここまで非常に持ち味を出しています。捕まえて三好、突き放して横山、準々決勝第1試合ありませんね。さあこの辺りは相当意識します。この辺りが一番辛いというか苦しいところですね。ベスト8というのは一つの山ですから、はい、左の手を引いた、左四つ、押し倒し、三好の勝ち、三好ベスト4進出。いやー、ガンガン乗ってきましたね。そうですね、突っ張りきれなかったですね、横山選手がね。それだけ三好選手の前での圧力が強かったでしょうね、はい、やはりあの上手を引いたのが効いてましたか。そうですね、あれで一気に前に出る力が横山選手なくなりましたね、はい、あの三好選手の、方に傾いてきましたね。この後足もよく運んでますね。立ち合いのその攻めの厳しさというのはどうですか。そうですね、あの この試合の見る限りは三好選手の方が前に出てますから、そしてここで取りましたですね、はい、こうなりますとちょっと横山選手あの突き押し一本ですから、はい、ダメだったですね。立ち合いはだって踏み込んでますからね、あれこの圧力がありも浮いてしまいますね。この踏み込みで相手を浮かしますから、だんだん自分の相撲が取れてきたんじゃないですかね。まあ、横山も最初はこう体が浮いて下がりながらの突っ張りになってしまいました。そうですね、この左の押っつけも強力でしたね、はい、ここで上手から下手になりましたが、はい、得意の最後は左四つ、はい、そうですね、万全でしたね。乗ってきました、はい、まずベスト4進出一番乗りが近畿大学の三好です、はい、4年生最後のこの全国学生相撲選手権、伊藤監督がアドバイスしてますね。そうですね、今映っていました左側の人が伊藤監督。さあ準々決勝第2試合、日本大学2年生の白石と明治大学4年の森重の対戦です。さあ大きい体なんですが、森重選手、はい、非常に体が柔らかいですから残り腰も先ほどありますよね。ですから、あと白石選手が中へ入って、そうですね、あのどう相撲を取れるかですね。早い攻め、左四つに組めば十分の白石、はい、一方森重は突っ張り押し相撲です。懐も深いですから、はい、面白い対戦でしょう。低い攻めです。白石いい相撲です。一方的になりました。そうですね、何か森重選手迷ったっていうようなところありましたね。日大の2年生の白石が勝ちまして、ベスト4進出。ああいう形になればもう白石選手、はい、あの万全ですね。立ち合いの低さ、ここでそうですね、森重選手起こしきれなかったんですね、うん、悔やまれますね。こうなってしまいますと白石がもう一方的な内容になりました、はい、そうですね。さあもう一度ご覧いただきましょう。うまく中に入りましたから、下に入って森重はもうちょっとこう体を起こして突き放していきたかったですね。立ち合いの後引いたのが悪かったですね。あれで墓穴を掘りましたね、はい、さあベスト4準決勝に2人が残りまして、その準決勝の第1試合が近畿大学の三好、そして日本大学の白石という対戦になります。西東洋大学木村三段。さあ準々決勝の第3試合、日大の内田、そして東洋大学の木村、これはあの因縁の対決なんですね。そうですね、去年の決勝トーナメントベスト16で木村が勝ってベスト8に進出しました、はい、
去年は引っ掛けでこの木村が勝っています。そうですね、木村選手は突き押し、突き押しが一本ですから、そのあたり効いたんじゃないですかね。その悔しさがあったから全日本アマチュア横綱を取ったという話もしている内田です。そうでしょうね。さあ今年はベスト8での対戦、それを覚えてるかどうかですね。プレッシャーになるかどうかですね。木村がなかなか手をつきません。引き離します木村。内田はなかなか左が入りません。今入った、あと押し出し、木村の勝ち。やはり木村が勝ちました。そうですね、やはりその昨年の去年敗れて今年も敗れました、はい、そうですね、いわゆるこう苦手意識があったっていう、それとまあ慎重に行き過ぎましたから、ね、今までの対戦でずっと内田選手はいい相撲を取ってたんですが、この木村選手に来た時に足が出ないとかですね、はい、ちょっと普段の相撲じゃなかったですね。さあ優勝候補の一角を破りました東洋大学の木村です、はい、今の相撲だから木村選手も何か自信を持ってるんですよね、このあたり内田選手を刺せませんからね。うまくおっつけ、下から突き上げてますね。内田は左を刺せば十分なんですが、はい、刺せませんね、もう喉を交えたような突き放しですから、ここから右からここは車輪向いてますね、はい、去年に続いてこの東洋大学の木村が内田を破りました、はい、非常に残念ですね。内田としましても今年の夏の怪我、その後自分としてどれだけ復活することができるか、そんな思いもあったかもしれませんが、うまく木村選手取ってますね。これはもう逆に木村選手を褒めなきゃダメですよね、はいはい、ランキング2位の内田はこのベスト8準々決勝で敗れました、はい、東洋大学2年の木村が勝って準決勝ベスト4進出を決めています。表情がまだ厳しいですが、内田を勝ったその充実感のようなものを感じられますね。さあ準々決勝残り最後の試合、中央大学4年の成田と東京農大3年の東井、これは非常に面白い相撲ですね。成田選手は突っ張りも交えて押せますが、東井選手はもう押し一本と、はい、それがどのような展開なのか興味ありますね。非常にこの激しい両選手とも押し相撲の、はい、そうですね、選手になりますが、やはり立ち合いがポイントになりますか。そうですね、あと立ち合いの後の二度やった、まあ、二次ですね。そうですね、そのあたりが有利に持っていく方が、まあ、成田も立ち合いでは負けないという話をしていました。その後の攻めをどうするか。そうなんですね、だから成田選手も変に変わることをすればですね、はい、一気に東井選手が押していく可能性ありますね。左成田、そして右が東井、慎重ですね、かなり両選手とも意識をしています。そうですね、もう当たって前に電車道行きたいでしょうね、はい、始まる選手はね。あっと、どうもありません、まあ、東井としては変化はありません。立ち合いからも一気に持っていきたいという、そうですね、そんな思いですね。は立ち合いで負けてはいけません。押し込む、押し出し、成田が一方的に勝ちました。そうですね、非常に慎重かつ安定感がありますね。立ち合いのその相手のその立ち合いをこう受け止めるような感じですかね。そうですね、あのあたりが非常に調子を上げてきている要因ですよね。さあ今の相撲です、自分の相撲の型を持ってますね、
当たって、そして、はい、この辺りの集中力なんかすごいですね。やはり東井選手何もできなかったですね。東井もその立ち合いそのものは悪くなかったんですけど、ここでやはりそうですね、これが敗因でしょう、はい、それだけ成田選手の当たりがきつかったんでしょうね。いい角度で入ってましたね。さあランキング3位の実力を見せましてベスト4に進出しました、はい、成田。さあベスト4に残った選手の顔ぶれです、はい、近畿大学の4年生ランキング1位の三好、はい、そして日本大学の白石がベスト4のまず準々決勝第1試合、はい、そして日本大学の内田を破りましてベスト4に進出しました東洋大学2年の木村、はい、そして成田中央大学4年生この対戦になります、はい、それではここまで勝ち上がった準々決勝の4試合すべて VTR でご覧いただきましょう。まず三好と横山の対戦、はい、三好選手が前に出てますから、はい、横山選手が引っ張りきれなかったですね。ここでここでも取られましたのでね、左四つ、はい、上に調子上げてきましたね、はい、横山選手はだんだんとその自分の相撲が出てきました三好です、はい、さあそして準々決勝の第2試合日大の白石と明治大学の森重の対戦です、はい、これはうまく白石選手の中に入りましたね、はい、森重の突き放しを許しませんでした。そうですね、だからどうしても森重選手を引いてしまったんですね、はい、そこをうまく突き入れましたね。そして準々決勝第3試合注目の内田と東洋大学の木村の対戦、はい、これは木村選手の会心の一番でしょう、はい、この辺り刺させませんからね、左四つには刺せない、はい、刺せません、はい、この辺りはすごく考えて、まあ、体が勝手に動いていると思うんですけれども会心の相撲、ね、まあ、ガッツポーズも出ました、はい、そして準々決勝の第4試合成田と東井、はい、やはり当たる角度がですね、成田選手非常に良かったですね。ですから東井選手どうしても押し切れなくて引いてしまったんですね。引いてしまった、はい、ということになってしまいました。さあ個人戦でこのご覧の4人三好、白石、木村、成田が勝ち上がりましてベスト4進出です、はい、さあこの学生相撲選手権、まあ、学生たちにとっては非常に権威のある大会、このタイトルを目指しまして1年間稽古を続けてきま す, そうです、ね、過去10年間 の, その優勝、はい、選手をご覧いただきましょう。ご覧のように日大勢が非常に多くなっています、はい、そして今も各界で関取として活躍している人もいます、はい、肥後の海、そして栃の灘、増強、早手海、琴光、そうですね、非常に今一番勢いがある琴光もこの大会2連覇をしています、はい、そして去年優勝した垣添も、武蔵川部屋に入って、ね、まあ、今場所デビューと九州場所で、まあ、本来あの先場所デビューのはずだったのでちょっと怪我もありました、ね、はい、まあ、この九州場所で初めての土俵ということになります、はい、この学生横綱の象徴練り手綱を目指しまして、さああと残り4人ベスト4進出をかけての対戦となります。準決勝戦を行います。準決勝第1試合、東近畿大学三好三段、西日本大学白石三段。さあ近大の三好と日大の白石の対戦です、はい、左四つ得意の三好に対して白石も、まあ、もぎって左四つと、そうですね、まあ、相撲のタイプはちょっと違いますか、はい、これはどういうふうにご覧になりますか。やはり、白石選手がですね、三好選手の圧力をどのようにかわして中へ入って揺さぶるかですね、はい、逆に三好選手の方がですね一気に前に持っていきたいというところじゃないですかね。左が大きな三好近畿大学4年、そして右が日本大学2年の白石、
いい当たり、いい当たりですね。突き起こします白石。そうですね、しかしここは両者の主張、ね、左が張ったのは白石、ね、ちょっと苦しい体勢だ、はい、寄り切りました、うん、白石の勝ち。やはりこの三好も敗れました、はい、4年生最後のこの学生相撲選手権敗れてしまいました三好。やはりプレッシャーがかかったところがありますね。それとまあ中盤あたりから白石選手がうまく動いて、非常に良かったんじゃないですかね。だから三好選手がちょっと破壊力が出る前にですね、はい、相撲が終わってしまったというところで悔やまれますね。ここで足が若干揃ってますよね、はい、前で出れなかったところですね。この辺りもうまく下からかいくぐられて入ってますから、はい、ここでもろ差しになってますから、この辺りは技師ですね。やっぱり白石選手この辺りの上手さ、はい、上手いですね。一気に出ましたね、勝負と見て。もう一度ご覧いただきましょ う, そう、ここで足が若干止まってるんですよね。右足が送ってないですね、場面が、はい、この右足が送りきれなかったというのはですね、相手を起こせられなかったということですね。これはどうなんでしょう、慎重になってしまったということですか。ですから、まあ、変わられるんじゃないかとか、はい、まあ、ある程度そういう意味で、慎重に行き過ぎた結果が右足が出なかったということですね。最後はもろ差しになってしまいました、はい、そうですね。さあ、この日本大学2年生のランキング6位の白石が決勝進出。非常に自力のある選手ですからね、はいはい、さあまだまだ厳しい表情の白石。優勝候補は次々と脱落してますね。さあランキング1位の三好が敗れ、2位の内田も敗れ、これから準決勝の第2試合で、今調整が一番できている成田選手が残ってますから、はい、準決勝第2試合、東東洋大学木村三段、西中央大学成田三段。さあ東洋大学2年の木村と、そしてランキング3位中央大学4年の成田の対戦、準決勝第2試合。順当にいけば成田選手なんですが、はい、やはり木村選手は内田選手は破ってですね、波に乗ってますから、 そうですね、その辺りね、どちらも突き押しですから、その辺りも注目ですね。木村と、そしてこちら成田。まあ、共に押し相撲ですけれども、まあ、成田の場合はその当たってからの低い攻めが非常にいいですね。いいですね、今大会安定しています。突き押しの技量が抜群ですね。押し込む、押し出し、成田のキャッチ。そうですね、成田が決勝進出。当たる角度といいですね、もう前に出る姿勢なんかすごくいいですね。非常にここまで安定した相撲内容を見せました成田、決勝進出です。さあこれで決勝の対戦カードが、日本大学2年の白石、そして中央大学4年の成田の対戦になりました、はい、さあ今の相撲です。まあ、木村も突っ張ってはいるんですが、やはりこう下がりながらになってしまいました。そうですね、成田選手の非常に角度といいですね、はい、前突き押す、力といいですね、もう理にかなって 万全でしたね。その突くポイントなんかをもう体で覚えてるんですよね、はい、ですから勝負どころはもう全て頭に入ってますから、ここまでやはり見ていましても、決勝トーナメント予選ともにこの成田選手のですね、はい、安定感が際立ちますね。そうですね、今平岩監督がアドバイスしてますね、はい、さあ個人戦学生横綱、その頂点まであと決勝戦一つとなりました、はい、日本大学2年生の白石、そして中央大学4年生の成田の対戦です。中央大学から優勝で打っておいたら、あの大前の石黒先輩からですか ね、 多分ね、中央大学からですと第34回大会ですから、
もう40年以上も遠ざかっています。まあ、日本大学が優勝しますと去年5連覇を日体大の垣添が阻みましたので、そうですね、2年ぶりの日本大学としては優勝になります。はい、さあ、まあ、この決勝戦を目前にしました両力士の様子ですが、さあこのあたりはどんな心境ですかね。やはりね、日本大学と中央大学、はい、非常に稽古量豊富ですからね、はい、その中でやはりここまで来るというのは非常にいい稽古をしてきたと思いますね。藤本さん、はい、まず白石選手ですがね、はい、取り組み終わって何も考えられませんと言いましたね。かなり集中していますね。まだ2年生なんですよね、はい、田中監督に聞きますと、ここまでやるとは思わなかったと、まあ、2年で気持ちが楽だからここまでいけたんでしょう、硬くなっていないと。で、あの決勝戦の相手については、相手は強いんですが勝負はやってみなければ分かりませんからねと、田中監督はここまでよく検討している白石選手を称えていますね。そうですか、はい、リポートは尾形アナウンサーです。そしてこちらは成田選手、中央大学の4年生、まあ、実績も十分ある選手ですけれども、あの取材に行きますとね、気持ちが入っているので今は話はできません、勘弁してくださいと言いましたね。とにかくやるだけですという話をして、気持ちをこうずっとね、一人あの集中している姿が印象的でした。はい、尾形アナウンサーからのリポートがありました。まあ、この成田にですね、今日あの私早い段階で話を聞きに行った時にですね、はい、もう今あの尾形アナウンサーが言ったように、はい、もうやるだけですと、はい、そしてその最後の大会だということはもうとにかく意識はせずに、なるほど、もう自分の持てるものをしっかりと出すと、無心になっているんですね。そうですね、はい、だからいい動きができているんじゃないですかね。個人決勝トーナメント決勝戦を行います。東日本大学白石三段、西中央大学成田三段。さあ、今年の学生日本一を決める決勝戦、日本大学2年の白石、そして中央大学4年の成田、この顔合わせになりました。勝田さん、はい、白石の場合は左四つ下から潜って入りたくなりたいですね。それで成田選手の出足を止めれば勝機は十分ありますね。はい、日大の白石と、そして中央大学の成田。さあ、決勝戦。にとってはこの4年生大学生活の集大成となるこの決勝戦。引いてしまった、突き落とし、成田の勝ち。成田が今年の学生横綱です。最後は引きましたが、やはり勝つタイミングを知ってましたね。はい、今年の学生横綱は中央大学の成田です。中央大学成田三段の勝ち。ああ、平岩監督と握手してますね。はい、まあ、大会前もですね、非常にこの充実しているという成田、はい、その実力通りに決勝戦白石に勝ちました。今の相撲です、はい、白石選手うまく下に入ったんですけれども、はい、ここで低すぎたと見たんですかね。体を開きながらはたいてるというですか、このあたりはもう体で覚えてるんでしょうね。まあ、そのあたり今引いてはいましたが、はい、そのタイミングですとかね、そうですね、このあたり見ながら変わってますからね、はい、負けない相撲を取りますね。中央大学としては第34回大会以来の優勝と、そうですね、いうことになります。今年で79回、長い歴史を持つこの全国学生相撲選手権、今年の優勝は中央大学4年の成田明選手です。放送席、放送席、
見事に優勝しました中央大学の成田選手に喜びの声を伺います。おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいタイトル、最高のタイトルを手にしましたね。そうですね、嬉しいですね。ありがとうございます。4年生最後の学年になって掴んだこのビッグタイトル、どんな気持ちでしょう。いやまだ全然わかんないですね。全然わかんないです。まだ実感が湧いてこない、はい、しかしこの大会を目指して4年間頑張ってきたんでしょう。そうですね、はい。今日は自分の相撲に内容についてはどうなんですか。いやもう100点満点です。内田選手が途中で敗れたりありました。その時はどうでした、どんな心境でした。そうですね、まあもう自分の相撲を取り切ることでもういっぱいいっぱいだったんで、はい。成田選手にとって自分の相撲、会心の相撲というのはどんな相撲でしょうか。でも当たって相手を突き起こしてもうそのまま前に出るだけです。決勝戦は若い2年生の白井選手でした。どうでした、どんな心境でした。やっぱ、まあ、2年生なんで4年生の自分にとってはもう絶対負けられなかったです。さあこれからいよいよ卒業しますと、どうなんでしょう、プロでしょうか、どうするんですか。いやもうちょっと、まあ、時間あるんでしっかり考えていきます。今日の自分の成績は何点でしょう。あもう100点です。ね、はい、おめでとうございます。ありがとうございました。中央大学の成田選手に伺いました。放送席どうぞ。中央大学4年生の成田明が今年の学生横綱、解説勝田さん、はい、もう見事な相撲でしたね。今日はね、あの自分で言ってたように100点満点でしょう、はい、非常に突き押しの技量というのがね、はい、あの素晴らしいも思ってますね、はい。まあ、今のインタビュー以外もあの話を聞いたときにですね、ここまでですね、はい、今年度は自分の相撲、はい、自分を表現できているという、うん、そういう言い方をしていました。そうですね、心技体が充実してたでしょうね、まあ、メンタル面そして技術面でも非常にこう、はい、自分の中で充実していたというそんな話もしていました。そうですね。そしてこの大会に向けては十分すぎるほど稽古を積んできたという話もしていました。そうですね、あの体つきも分かりますね、はい、相当やってきましたね。まあ、この放送の前ではですね、はい、近大の三好それから日大の内田と、はい、まあ、強豪の選手として挙げましたけれども、はいはい、この強豪の選手2人が敗れていく中で、はい、まあ、成田選手は最後までその安定感というのは消えなかったですね。そうですね、4年生のプレッシャーをですね、あの先ほども言ってましたように無心で取ったと、はい、プレッシャーを跳ねのけた優勝だとそう思いますね。まあ、自分の進路についてはまだまだその明言はちょっとまだ分かりませんというそういう話をしていましたが、はい、この成田選手の勝ち上がりです、はい、本当に今日はいい相撲でしたね、はい。まあ、成田選手のその持ち味といいますと立ち合い当たっての押し、はず、押っつけ、はいはい、もう今日はもう自分の持ち味がしっかり出てましたね。いかんなく発揮しましたね、もう練り手綱が似合うんじゃないですかね、はいはい。まあ、ご覧のような勝ち上がり、日大の谷口、そして東農大の東井、東洋大学の木村、そして決勝は日大の白石を破りました、はい、成田が今年の学生横綱、はい、学生日本一の座をつかみました、はい。さあ今大会ですね、勝田さん、はい、全体を振り返りましてどんな印象でしたか。やはり内田選手、三好選手、それから成田選手ですね、一応候補だったんですが、最後成田選手がいかんなく発揮した、はい、その突き押しに魅了されましたですね。まあ、来年以降もですね、この準優勝の白石選手もまだ2年生です、はいはい、そうですね、それから、ね、日大の内田選手まだ3年生です、まだ来年もありますよね、はい、そのあたり来年に向けてどれだけ自分自身を鍛えて、はい、この学生相撲選手権に臨むことができるかどうか、そうですね、そのあたりも来年非常に楽しみですね。楽しみですね、はい。さあそしてもう一つの大きな大会が年末に待っています、はい、12月9日全日本相撲選手権が行われる予定になっています。そうです。表彰式の様子をご覧いただきながらこのあたりで坂井参ります大浜相撲場から失礼します。さよなら。どうも。優勝中央大学成田三段、お表情にお上がりください。